理学療法士の生野達也です。今回は脳梗塞や脳出血の後遺症で麻痺をお持ちの方、この緊張した腕をどうやったら緩めていいか、そんなお悩みに対するコツになります。この曲がってして緊張した手、皆さん頑張ってギューンと伸ばしたりしてますよね。でも離すとまたギューンと緊張して戻っちゃいますよね。どうやったら緩めれるか、お悩みだと思います。ポイントは肘の感じです。一度いい方の肘をゆっくり曲げ伸ばしして、ここの肘の折れ目がくっついたり離れたりする感じ確認しましょう。それを麻痺側、いい方で麻痺側を持ってゆっくりですよ。麻痺側の肘を伸ばし曲げたり伸ばしたりして、その時に麻痺側の肘くっついたり折れ目が折れたり離れたりする感じがあるか確認してください。感じれましたか、ね、うまく肘が開く感じ感じれたらどうでしょうか。さっきより手が自然に緩んでますよね。離してから戻らなければ大成功です。もしうまくいかない場合も、動きのコツの動画チャンネルの中にたくさん300本以上の動画があるので、ぜひともご覧ください。